大満足のこの揚げ色どうですか。ほらほらどうですか。裏側もねちょっと裏側見ていい色に揚がってきたらもう完成です。これはどうも神サンリューです。ということでですね、今回はですね試行シリーズでございます。全然酔っ払ってないというね、なんでテンションが高いかというと、なぜかというと昨日の酒がまだ残ってるからですね。ということで今回ねやっていくのはね至高のコロッケでございます。コロッケといえばね『テレス大百科』ですよね。あの曲ですよ。やっぱり皆さん若い子は知らないかもしれないけど、これね超自信作です。どんぐらいうまいかというとね、多分皆さんが食べてきたコロッケの中で一番うまいと思います。ということで、今回はですね至高のコロッケをシラフの僕が作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあね、材料を紹介していきたいと思います。材料はね結構シンプルです。じゃがいもね3個、3個なんですけども、これね皮を剥いた状態で 300g なんですね。なので、この4つだと 380g ぐらいになってます。なんかあの皮のね あれを抜いてですね、まあ、400g ぐらいかなになってます。はい、合いびき肉ですね。はい、豚ひき肉でもいいんですけども、あのコロッケだと合いびき肉の方が合います。はい、が 80g、 玉ねぎが1/4個、まあ大体ね 50g から 60g ぐらいの、玉ねぎですね、を少し入れていきます。はい、また 15g 卵、あとはね、調味料、まあ薄力粉だパン粉とかあるんですけども、それは概要欄に書いてありますんで、そちらチェックしてみ、てください。それではですね、やっていきたいと思うんですけども、至高のコロッケを作る上で何が一番重要かっていう風に思いましたらですね、やっぱやる気ですよね。コロッケってね、じゃがいもをね溶かしたり丸めたりパン粉とかつけて揚げなきゃいけなかったりと、お肉も炒めますから、相当ね大変な作業なんです、コロッケを作るって。だからやる気がね必須になってきます。でやる気スイッチを押さなきゃいけばいけない。やる気スイッチってのはね皆さんねいろいろ違うんですよね。今日は、あの人のために作ってあげたいなとか、今日はコロッケほんと食いたいなっていう食欲のやる気スイッチ、あると思うんですけども、今回はね僕なりのやる気スイッチの押し方を皆さんに伝授したいと思います。わかります？皆さん全然下まで入ってないっていうね、やる気スイッチプッシュ、1プッシュ半が僕のやる気スイッチです。やる気注入。これだよ。たまんま終わりでございます。これから作っていきます。まずね、じゃがいもですね。じゃがいもをね、皮むいていきます。これ。僕はね、よくじゃがいも皮むかなくていいよって言ってるんですけども、コロッケに関してはね、潰して、やるので、皮をね、ちゃんとむいていきます。残ってるところね。このピーラーのこの部分でね。じゃがいもなんですけども、皮が緑の場合は皮食べないでくださいね、皆さんね。そんなにね、神経質にならないでいいんでね。ここからしてね、めんどくさいんですけどね。はい。コロッケはね、めんどくさい。ご家庭でね、コロッケがね、出てきた皆さん、それはね、作ってくれた人に感謝してください。それぐらいめんどくさい料理です。はい。もし、ね、この動画見てね、なんか、お母さんとかね、彼女とか、彼氏とかが、コロッケ作ってくれたら、感謝して食べてくださいね。この料理動画見てると、特に至高シリーズは、基本にのっとってやるので、あ、なんかこういつも食べてるこれってこんなに苦労してできてるんだ、みたいなのを感じ取ってくれればな、っていうふうに思いますね。あっという間に、あっという間じゃないか剥げました。で、こいつをねこれ 300g 測ると、はい、320g ね。これはあの後で、これと一緒にきんぴらにしますからでこいつをですね、まあなんですよね、こんな感じでこうこれからふかしていくんですけども、まあ大体一口角みたいな感じ、まあこんな感じでね、じゃがいもね茹でてもいいんですけども、このじゃがいもに関しては電子レンジ使った方がねお湯も沸かさなくて簡単なので、今回はね電子レンジ使っていきます。野菜類とか蒸すときは電子レンジが一番簡単。手頃なお水がなかったので炭酸水、あ、皆さんお水でいいです。1、2半ぐらいですね。ラップして600W、6分半ね。500W だと7分ちょいぐらい。ふかしてる間に他の材料準備します。じゃあね、玉ねぎ切っていきます。みじん切りです。みじん切りだ、包丁です。玉ねぎ目にしみても涙こらえて。よくね、僕玉ねぎみじん切りしてる時になんでゆうさん涙出ないんですかって言われるんですけども、これね簡単です。コンタクトレンズとかです。はい、コンタクトレンズつけると玉ねぎ目にしみないです。はい、みじん切りにしてください。こんな感じで。そしたらね、もうね、包丁使うのは終わりです。そうしましたらですね、ここにですね、バターをバターと入れます。はい、バターと入れてください。
さっと溶かしていきます。合いびき肉 80g ですね。こいつをね、炒めていきます。塩コショウもしていく。まあちょっと塩コショウね、していきます。はい、で、まあ炒めていきます。よくね、麻婆豆腐とかやる場合は僕はよーくカリッと炒めてくださいみたいなこと言うんですけども、コロッケに関してはそんなに香ばしい香りつけなくても全然平気です。後で揚げるからですね、パン粉の揚げた香ばしさとかがつくから、肉でそこまでつけなくても大丈夫。玉ねぎを入れていきます。玉ねぎ入れるとですね、飴色にしたりとかですね、甘える方もいらっしゃるんですけども、ここまでやらなくていいです。あくまで火を通すっていうところが一番大切なので、玉ねぎが透き通るぐらいまで炒めます。これはこの、ひき肉と玉ねぎ、これがですね今回のコロッケの、味の元になります。お醤油大さじ1半、これね、ミンチにね、この和風の味をつけていくんですね。シュガーをシュガーっと入れていきます。大さじ1ですね。味の素入れます。1、2、3、4、5、5振りぐらいですね。だから甘辛のミンチを作っておくんですね。これがね、じゃがいもと合わさるとね、最高に美味しいんだよ。どれぐらい炒めるかっていうと、お醤油の水分がもう全然なくなってしまうぐらいまで、もう全体にお醤油の色がついて美味しそうなミンチになってます。ミンチ入れちゃう。この残った油も全部入れちゃっていいんでね。なんかこういうマッシャーとかがあったらグニグニと潰しましょう。グニグニと潰せ。これね、やりにくかったらねボウルとかで、やってもいいです。僕は洗い物がめんどくさいんでこのままやりますけど、電子レンジでやるとこんなにもうホッコホコになるんですよ。これはね、新じゃがでやらなくて普通のじゃがいも男爵で作った方がいいです。スプーンでこうやって混ぜてればいいんで、混ぜたらちょっと冷ましてくださいね。これね、人肌になるぐらいまで冷ましちゃっていいですから。もし急いでるんだったらバットかなんかにね、バーッとこう薄く引いて冷蔵庫に入れておくとすぐ粗熱が取れますんで、粗熱を取っていきます。じゃあですね、もう冷えました。今のこのじゃがいも自体がね美味しいっていうのをちょっと確かめてください。これ肉じゃがっぽい味になってればもう成功です。これ時点で美味しいってなれば、コロッケにした時点でどう考えても美味しいんで、この味付け絶対覚えてください。4等分します。で、4等分するときはね、じゃがいもなんでこうやっていい感じで等分になりますから。卵はね、よく溶いておく。じゃがいも取ります。成形したら形はねどうだっていいんですけども、僕はこういう小判型ですかね。はい、こんな感じですね。コロッケのいいところはね、中がもう全部火通っちゃってるんで、表面だけ揚げればねすぐコロッケになるところですね。こんな感じでしょうか。はい、あ、綺麗にできましたね。この衣をつけていきます。まず小麦粉化粧します。はい、小麦粉、卵にまず全部つけましょう。小麦粉、はい、こんな感じで卵につけて、はい、もうこんな感じですね。こうつけていくと、こうつけてって、右手でつけていくと、はい、こんな感じですね。こうつけた、このでこう、こうやって、なんだっけこれ、小麦粉、卵にパン粉をまぶして、ふん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 、ハイボール大好き。はい、じゃあ揚げていきます。やっと揚げだよ。じゃあですね、揚げていきたいと思います。この中はもう完全に火通ってるんですよ。なので、表面をカラッと揚げるだけでいいんです。なので、十分に中火で温度を上げて、最終的には弱火の中火で焼けています。揚げ油なんですけども、コロッケってたっぷりの油で揚げるイメージがあると思うんですけど、揚げ焼きでいいです。なぜかというとですね、表面だけ揚がればいいからです。これは弱火の中火で中まで温める感じですね。で、今いい感じのいいジャンプになってきました。温度がね、フォースを感じてくださいね。フォースを感じてきたら揚げます。はい、こんな感じですね。温度にすると、どれぐらいかな、170度とかそれぐらいでいいかな。この揚げ油のオーケストラの音で飲んでいきます。こちらをこう転がしていきます。ほら、どうですかこれ、いい色になってきたでしょ。コロスケも大満足のこの揚げ色、どうですか。ほらほら、どうですか、この色です、この色、ほらほらほら、どう。揚げればコロッケだよ、ハイボール大好き。裏側もね、ちょっと裏側見ていい色に上がってきたらもう完成です。これは、はい、ね、油吸ってるんで
油をね一回逃がしてあげると美味しいコロッケになります。あとはね盛り付け、はい、じゃあですねキャベツを添えてください。なんていうんですかね、もうこうです。はい、できたよ。コロスケに食べさせたい至高のコロッケ完成でーす。はい、それではですねできましたのでいただきたいと思います。いただきます。もうね中濃ソースはかけちゃいました。最近ハマってるキリンの糖質ゼロ、イエーイ。いただきます。うわ、うまっ。これどうしたんこれ、めちゃめちゃうまい。やばいよこれ。甘辛ミンチがねコロッケの中までもね味付けしてくれてるんですよね。でバターで炒めてるじゃないですか。このバターの甘辛ミンチが全体をまとめ上げてくれてるんですよね。うまい以外の全ての感情がなくなりますこれね。味変カンフージェネレーションいきたいと思います。意外と皆さん知らないのがコロッケにからしちょっとつけて。安西先生お酒が止まりません。作るまでに結構工程あったじゃないですか。これ食べたら全部の苦労が報われる味します。タバスコです。ちょっとつけて。あ、うん、ありがとう。ポイントはですねバターで炒めた甘辛ミンチです。コロスケを呼んで来てください。これキテレツになるから。大好きなりって言う。あ、そうですそうですね。なり大好きなりって言うんで。まずそのまま食べてもらっていいですか。はい、うん、ソースなしでも超うまいから。いただきます。おいしいなり。うん、おいしいなり。おいしいなり。おい、めっちゃ味ついてるね。ビールとコロッケ最高だね。ビーコロ最高でしょ。ビーコロだねこれ。ビーコロ流行るかよこれ。中濃ソースとタバスコをちょっと、すごい柔らかめな。水を入れて蒸してってそのままクラッシュしてるから柔らかいんだよねこれ。うまっ。うまいでしょ。哲也はなんか俺のこと褒めすぎてあんまり信用がないらしいんでこのチャンネルで。タバスコ、タバスコ、タバスコ、はい、いただきます。うまいね。そのまんまかけるとちょっと辛さとか、うん、あと酢の感じが際立っちゃうけど、うん、中濃ソースと合わさるとめっちゃ美味しい。そうなり。中濃ソースだけだとご飯食べたくなるけど、うん、タバスコ入れるとお酒ビールしかない。ビールです。はい、ということで皆さんぜひやってみてください。みじん切りだ包丁していきます。はい、今の若い子知ってるのかな。知ってるか。再放送とかやってたもんね。これもギリ知ってる。ギリ知ってる。ギリなの。ケーブルテレビとかでさ28歳の達也くんがギリっていう風なめちゃめちゃおっかないこと聞いたんですけど、はい、興味のある方は多分あのネットフリックスとかにあるんじゃないかなと思います。あ、ねえかな、わかんない。ねえないっすか。キテレツ大学、じゃあどこで見ればいいんだよ。キテレツ大学か。